ご覧いただくのは、シナトヤ清張という楽曲になります。こちらの楽曲は、今年の24時間テレビをご覧になりましたでしょうか。あの時、目の見えなかったり、耳の聞こえない子どもたちによさこいを教えていた中村先生という方がいるんですけれども、その中村先生の振り付けの曲になります。では、お送りいたします。それでは行きましょう。白戸屋清張。白戸屋清張。Thank you.